広崎市民会館は青森県広崎市の広崎公園内にあるコンサートホール文化施設市民会館会館前は約300人収容のホールしかなかったため音楽演劇舞踊などの公演が可能な施設の建設を望む市民の声が高まり春工の 約6年前に建設促進協議会が設立されて、建設基金の募金として3000万円を超える寄付が集められた。こうした建設機運の盛り上がりを受けて、弘前市が建設を進めることになり、前川国夫が設計を担当することになり、3つほどの建設候補地の中から、弘前公園内を選んだとされている。投資施設の建設に伴い、 旧大日本帝国陸軍第8師団、弾役こと、支援スモーバ建設は解体されることになった。1962年9月に起工式が行われ、1964年5月1日に落成式が行われて完成した。建設当時は、お手門から入ると、岩木山の下側に、松が見えるとされた景観の美しさを保つため、窓等のガラス面を内側に引っ込めるなどに、 凹凸のある外観とすることで風景に溶け込むことを目指したとされている。皮がついた木や木目や節が目立つ木を型枠として用いる工法を採用し、それによって木目模様を強く写し取った打ち放しコンクリートで作られたうち外壁は凹凸による陰影に富んだものに仕上げられていることも特徴である。また建物はホール棟と管理棟に分かれており、 管理棟2階の食堂とホール棟のホワイエをつなぐ渡り廊下をカフェテラスとしての利用を想定して設計されたが実際にカフェテラスとしての利用されるようになったのは2014年の新装開館以降となった。なお設計初期の完成模型ではホール棟の楽屋側の壁面を反響板とする野外音楽堂を併設する設計であったが実現しなかった。大ホールは 開館時から西目屋村信名で作られた凹凸がある木製の壁で響きの良いホールとして全国的に評価されている。そのため2013年の改修工事では音響を維持することを目的として壁はそのまま残す工法で行われた。設計者の前川国夫が紹介で、ドン調には宗方志向の合用下の日通るが採用された。舞台の床は開館時には ヒノキ製であったが、その後ヒバ製に変えられ、2013年の改修工事で、再びヒノキに戻されることになった。ホワイエにはシャンデリアがあり、2階に上がる階段から、美しく見えるようになっている。なお、照明は2013年の改修工事で、舞台照明の一部を除いて LED に切り替えられた。開館当初から、教育施設の一つとしての位置づけがされていたため、 歌舞伎や自動劇などの演劇やコンサート、公演などの自主事業を展開して、可視感的性格から脱却を目指した。なお、照明や音響などの舞台装置の運用も、開館時から広崎市の職員が行っていたが、1990年からは、専門業者への委託に切り替えられた。また、中央公民館も併設されて、子ども会事務局が館内に置かれたことから、 広崎市における子ども会の活動の場となって、子どもの祭典などが行われ、市民に幼少時から親しまれている。コンサート、演劇のみならず、市の主催する催し物や、市内、周辺市町村の学園祭など様々な行事で利用されている。会議室その他園内には他に、前川国夫が設計した広崎市立博物館、広崎市緑の相談所がある。 ありがとうございます。